多分将来キキキリンのような大女優になるんじゃないかと僕は思ってます。まあすでに今で大女優ですね。この間のあの万引き家族で有名だったり、その前さ、なんだっけあれ、ゆとりじゃない、ゆとりですが、なんゆとりですが何ですかみたいななんかドラマあって、あれに出てたんだよ、主役で、主役の彼女役で。みんなは見てないの？その時ね、すごい上手い人だなって思って見てたの。でも全然そんな武系の女優さんじゃないもんね。なんだこの人と思ったけど、見てるうちに引き込まれていて、で、あのすっかり大ファンになったら万引き家族で有名になって朝ドラでね、また出てすごいなって思ってた。さて、ということで今日は私は体力はないのでできるだけ座って授業したいと思いますが、数学の授業なのでそういうわけにはいかないかもしれないね。立ってうまくいかなくちゃいけませんが、まあ今日はこの授業とかになるんで頑張ろう。明日でも休めないんだよな。明日もね、非常勤先で授業があるんで、もうブロックだよね。働き方改革とかって言ってさ、巷では労働時間が減ってんのに俺たちは授業時間減ってないじゃん。で今回ほらみんな10連休やろ。どうなるかっていうと歩行が増えるわけさ。うちの大学は土曜日に歩行入れないで5、6時間目とかに、あ、じゃない、別の日になるかな、なんか結局君たちは夏休みとか減るんでね。だからね、その授業分絶対減る。だって授業の日数は変わらない。で、非常勤先はさ、土曜日に入れんだよ、歩行。おい、何のため の国民の休日だよって感じだよね。全然休日になってない。ひどい話だよ。明日出勤なんだよね。前回は、行列に入ったんですね。せっかく入ったのに、今日は2人来てないね。いや、3人来てない。これは何章？ 3 章？では、前回は掛け算までやりましたね。行列の席。ちょっと最後時間がなかったけど、大丈夫かな？大丈夫だよ。回答は皆さんの写してあります？写してある。大丈夫。じゃあ、続きいきます。今度は行列の割り算に行きますが、割り算は前回もお話しした通り、ありませんね。行列では割り算ができません。まあ無理やり定義したとしてもうまくこう、なんだろう、数学のこう矛盾のない論理体系として成立させられなかったのかね。で、まあ代わりに逆行列という割り算に似た演算があります。前回マイナス1乗という書き方をしましたけれども、普通の数字だったらマイナス1乗って言ったら割り算になりますが、行列の場合マイナス1乗は割り算ではなくて逆行列を表すんですね。それはまた後でやりますので、今日は、そこはちょっとあっさりと飛ばして、カッコ6番のシグマについて勉強しましょう。シグマはもうここにいる人たちは数学が得意でしょうから、高校の数学を覚えていると思うので問題ないと思うんですが、ただの足し算記号ですね、これね。文系の人はみんなシグマ嫌がるんだけど、単に記号がなんかごっついから嫌がってるだけで、大学入ってあれってただの足し算だよって、あれそうでしたっけなんてみんな言うんだよね。全然難しいことないんだけど、足し算って英語でサムと言いますね。もしくはサメーションの、S を、S のギリシャ文字ですね、シグマはね。だからただの和です、サメーションです。で、まあ、分かるとおり、添え字をこう展開してやるだけなので、ちょっとそこやってみてください。で、回答を後で前に示して、
最後のカッコいいだけ証明を一緒にやろうかな。ボールペンとかでいいや。あ、ちょっと、あの、やって、いや、今日出しますよ、終われた気に。ゆりやさん、4の1番よく復習しといて。
ここがまあ x の0乗が1になりますと、ここは消えるだけです。どうですか？で、A が外側に出るという証明ですね。これはもう単にこれを変形していけば右辺になりますね。定義通り A の1、A の2、A の3、これはシグマの定義ですね。まあ、ここでは一重シグマしか出てきませんが、統計学とか、まあ、あと金融のファイナンスの、こうポートフォリオ理論といってですね、リスクを分散するためにポートフォリオを組むとかっていう時には二重シグマが出てくる、まあ、ポートフォリオ理論で出るというよりも統計学の、ね、分散なんかの時には二重シグマが出てきますね。 I と J のね、で x くと行列みたいに四角く1行1列目1行2列目1行3列目ってこれがこうこう来て、1行1列1列2列3列でこういって、で今度 i を2に変えて j を今度 j がまた1から1234ってこう行列みたいな形になりますが、こんなのね、統計学で出てきたら気長に一度自分で展開してみると意味が分かるようになると思います。さて、で、まあ、特にですね1から3番目みたいに加算の範囲を明示しないときにはもうこうやってシグマだけ書く場合もありますし、まあ、添え字だけこう i が添え字ですよって言ってね i で和を取ってますよみたいに書くこともあります。で、シグマを使うとですね行列の積を簡単に定義することまして、前回、私がその計算結果を確認するときに内側のここが対応して等しくなって、この内側の数値が等しくなって、ここが等しくなって外側が1行1列目これ1行2列目とかって表すんだよっていう話をしましたね、対応関係ね。それがちょうどシグマでもよく見えるよ、シグマである。この横縦を計算すると、計算結果の C の1行1列目、まあ、I 行 J 列目の答えはここが I 行 J 列目になって、中が KK で同じ数字になりますので、この真ん中の値が必ず1と1、2と2を掛け合わせますね。こことここを掛け合わせて、こことここを掛け合わせますね。こういうふうに真ん中が同じ数値で、両端が答えの IJ 列に一致するよというのがよくわかります。で実際に書き下したのが、こんな感じですね。これ横縦を1111122112122ですね。みたいに見ていくと、分かると思います
が、これをシグマで書き表すと、両端の位置は変化してません。だから真ん中だけ1からここが1、ここが2と増えてますね。ここも真ん中の値が1、2と増えていて、両端の値は1行2列目、1行2列目で固定ですね。だからこれも両端が1、2で固定させて、真ん中だけ K という数字で1から2に和を取ればいいわけですね。と、確かにこのようになっているということが分かると思います。で、ここのところは前回お話しした通りです。この計算を見ると、行列の積における次元の対応関係がよく分かるということですけれども、両端のこの n×m がですね、答えの n×m になるのは、両端 その1行1列目は1、1だし、ね、2行2列目だったら2、2なので、こういう対応関係になるということです。では、テキスト78ページまで読んで、練習問題の4人が宿題です。ここまで何か質問ありますか？大丈夫ですね。では、今行列の計算しましたが、ベクトル の今度代数を、やりましょう。これも同じです。行列と同じなんですが、同じなんですね。これもまあ横縦で、横縦で掛け合わせると、そうするとただベクトル U をベクトルとすると、 U って書いた場合には前も言ったけど列ベクトルを表すんだよね。そうすると U×V っていうのは定義できませんね。だって U が3行1列でしょ、で V も3行1列でしょ。そしたら真ん中がしてませんので、U×V はできません。できるとするならば U が3行1列ですから、こっち側 1× なんちゃらにならなくちゃいけないので、V が、3×1 なので転置させればいいですね。 U×V の転置か、もしくは U の転置が 1×3、で、V ですね。ベクトル同士の積はだからどっちかを転置させてないと絶対計算できないということになります。じゃあちょっと皆さんこれ両方解いてみてください。再放送見る？いや、録画してます。あ、録画してるの？僕、見そびれた時、夜11時半まで粘っていつも11時半に見て最後、明日土曜日に娘と、小学生の娘ともう一回1週間分再放送で一緒に見る。子供たちね、見ないからね。うち今、録画機壊れてるからさ、録画できないからみんな再放送。はい、回答を示します。そうですね。下のやつがちょっと間違える。これ前回も似たような問題解きましたけど、この縦かける横のベクトルの計算が四角となるというのをよく学生が間違える。
大丈夫かって言った？いや、これも全然変わってない。早すぎた。ひろかずくんは多分必死に宿題をやってるんだと思うんだ。そうでしょ。ゆりやさんはできた？カッコ1の20ってカッコつけなくていいんですか？うん、スカラーの場合には1個しか与えられない場合にはつけない。じゃあ行くぞ。では次、ベクトルの計算が分かったところで、今度はベクトルの計算のその幾何学的な意味、要するに図で表そうということですね。ちょっと図での解釈を考えてみたいと思います。まず、ベクトルの幾何学的表現、括弧 A は、まあ、計算をする前に単純に言うと U' というベクトルを図で表そう。これは高校でやった通りですね。今仮にベクトル U を、3、2で与えた場合、こっちをまあ普通は横軸 X、 2次元の場合には横軸の X 座標、こっちを Y 座標と考えるわけですね。別にどっちで考えてもいいんだけれども、まあ、今はこっちを3の方を X 座標と考えて、Y の方を2にしておきましょう。別に逆で考えても全てで一貫性があって X と Y を両方とも逆転させてれば辻褄は合います。で、まあ、皆さん知ってると知っての通り、普通ベクトルといった場合には原点を始点として、このベクトルで与えられる3、2を終点の座標として、このように表しますね。これが、まあ、高校の時にやったベクトル U と、こういう書き方しましたね。あ、ちなみに教科書は X1、X2 でやってます。 X1、X2 でしょうか。Y とかってやってしまうと3次元、4次元になってきてね、都合が悪い。休んだ連中は LINE とかで今日は何やったという話かな。も誰も質問しない。する人としない人と言いますけど、昨日も全くなかったです。やる気あるのあいつら。次、ベクトルのスカラー倍。じゃあ 2U を書いてみる。
2×32 ですから64ですね。64の座標ですから3456234。ここが64で、これが 2U ですね。そうするとスカラー積は方向は変えませんね。方向は変えずに長さの伸び縮みをすると、長さが2倍になるわけですね。こっちもこっちも同じように2倍になる、比例関係になって形は変わりません、方向が変わりませんね。で、例えばマイナス U をした場合、U のマイナス1倍マイナス3、マイナス2になりますから、このように逆方向になりますね。まあだから符号で方向は変わるけれども、まあ、常に一直線上にある意味ではまあ方向が変わってないですね。向きが変わってますね。マイナスになれば向きが逆転する。これがベクトルのスカラー積の幾何学的な表現になります。次、ベクトルの加減差ですね。じゃあ U たす V をちょっと作図してみてください。スズちゃんに変わったけど、あの子役めっちゃ良かったから、もうちょっと子役の期間長くてもよかったね。いや、あんまり好きじゃないです。え、マジでめっちゃ良かったやん、もう俺2週間涙ポロポロやった。ずっと感動しとった。なんか大げさすぎる気がしました。うん、でもほら、昔のおしんでああいう子役が大ヒットしたけどさ、ああいうかわいそうな子役は、うん、まだ自由に、あったね、同情するなら金をくれって。俺あのドラマ見なかったんだけどね、よくわかんない。お母さん、おしんで知ってた。天陽くんのお母さん。天陽くんは覚えてる？はい、あのお母さんあったやろ？あれおしん、昔子役やってたおしん。おしんじゃないですか？え、おしん知らない？今、再放送してんじゃない？衛星から。知ってるやろ？知らん？世界で全然、全然つも時代が自分たちの代よりもちょっと前、時代よりも前で、親が知ってるぐらいな。だって俺が小学校の時の流行った朝ドラやけん。まあってことは君の親たちも小学生だよ。君の親と僕と多分年齢そんな変わらない。
先生もどのくらいですか？46。あー、そのってのはどういうことだ今の。実はもっと老けて見えてたやろ、この髪の毛。君たちの親の方が上？はい。自分の父親は先生より多分10近く。そんな上？50中盤くらいになって。あ、じゃあ次男かな？いや、一人子です。あ、一人子。これみんなお父さんこそそんな上？僕の親父が6上ですね、先生より。あ、じゃあそんな違わないね。一回り違わない。そう、大して変わんないです。でも僕、次男です。お母さんと一緒ぐらいとか。いや、お母さんはもっと上。50後半くらい。後半ぐらい。僕の長男がさ、今高3じゃん。だから今年入ってきた子たちの親なんかは僕と同じぐらいなのかなと思ってた。君たちはそうか、もう2年生3年生。でも2年生3年生だったな、大したこと。はい、では行きましょう。は。そのおしんってさ、東北のさ、すごい寒いところにデッチ奉公に出されてさ、そこでこうひたすら耐え忍びながら暮らして身を立てていくストーリーなんだけど、すっごいそれが子役がうまくて、もう世界中といえども、大体日本のそんな朝ドラなんて欧米で放映されるわけなく、まあ東南アジア諸国で大有名になって、おしんを演じていた小林綾子さんは東南アジアでは超有名な大女優になったのさ、ちっちゃい頃から。でもその子役としてのそのあれをずっと引きずって多分仕事してきたんだろうね。その後ぱったりその普通の女優としてのおしんとして有名になって、小林綾子としては全然有名にならなかったんだけど、でも細々とずっと芸能活動を続けてて、で今天翼のお母さん役やってて、いや上手い人だなと思ったんだよ最初。ほら、ボロ屋にさ、家族でみんな行って交渉してた時さ、うまいなと思って、どっかで見たことある顔だなと思って、もちろん、おしんの子役の顔とは全然違うから普通わかんないんだけど、僕、大学の時一緒だったんですよ、小林綾子さんと。で、パーティーで何とか顔合わせて話したことあるから、あれこれおしんじゃねとか思って、で、オープニングの時の、何配役見てたら、やっぱ小林綾子って言ったら、あ、やっぱりおしんや。やっぱり芸能人が今でも綺麗だなと思ったけどね。大学生の時はそんなに綺麗だとは思わなかったけど、いや、おしんのちっちゃい子役の時から可愛かったなと思ったけど、今はすごい綺麗な方だったしね。それで演技も上手だったしね、すごい良かったですね。はい、ではですが、ユータス V 二通りの書き方をしてみようかな。もちろんね、ユータスは計算してさ、4と6って計算して、その結果をダイレクトにここに作図すれば、4と6を こう引けばもちろん答えなわけですけれども、
あの、まあ、分解してね考えていこうということで、まず U がここからスタートしてテクテク進んでってここまで行ったわけですね。ここをスタートにして今度 V を書いてみると、V は1音ですから横に1歩進んで縦に4歩進むんですね。ですから横に1歩進んで縦に1、2、3、4進むとここに到達しますね。つまりこれが V なんですね。で、高校の時に習った通り別にベクトルというのは視点がどこでも関係ないんだよね。大きさと向きさえ同じであればベクトルは等しいと考えるわけですから、だってこれ4と6って言った時視点がどこかという情報は全く書いてなくて、横軸方向に4、縦軸方向に6進むような向きと大きさを持つ矢印であれば、全て等しいわけであって、別に視点をここに取ってもいいんですね。だから、U 進んで V 進むってやって、U 足す V をこう書いてもいいわけですね。もう一つ別の書き方は、ベクトルっていうのは、まあ、原点をスタートに取るという従来の書き方を使って V をここに書いてあります。1,2,3,4 で1、ここですね、ここが V ですね。そうすると V 足す U というのは、ああまあそうか、V やっぱりだから V 進んで U 進むって考えるしかないか。 V 進んであとこの分の U をここに平行に持っていきます。向きと方向を変えずに平行に上に持っていきます。こうなりますね。まあ、V 進んで U 進んでもいいし、 U 進んで V 進んでもいいし、結局 U 足す V というのは、まあ、U と V からなる平行四辺形の対角線ということになりますね。ベクトルの和は平行四辺形の対角線になると覚えておいてください。次差に行ってみましょう。では V-U をどうやって作図しますか。今週の日曜日から集団左遷が福山雅治か、あそうや、さっき俺マクロの時間に正幸じゃねえ、正弘じゃねえ、正和じゃねえ、なんだっけなって言ってた。福山雅治やんか。俺の中の女の子たちが出たり変わってるはずだよ。正弘でも正和でもねえじゃん。正夫じゃ まさか正夫じゃないよねなんて言ってたんだけど、正夫でもないから正和でよ。今度 V-U、V-U をどう作図するかですけれども、今足し算やりましたからこうやって作図できますね。まず V 足すマイナスの U、 V が1音ですね、U が3ですから、14とマイナス3、マイナス2の足し算と考えればいいわけですね。それでちょっと作図をしてみますと、
これの足し算ということはさっきやった、平行四辺形ですから1、2、3、4、横に1進んで縦に1、2、3、4進めば V ですから、こうなりますね、今回足し算から、あ、黄色で書いちゃった黄色で、いや、赤に直す、これが V で、そうすると、原点からここを向いたこれが、V-U ですね。まだこれ平行四辺形になってますね。こういうふうにね。こういう作図の方法が一つ。これだったらまあさっきやった二つの、あのベクトルの平行四辺形と書ける。平行四辺形の対角線と書ける。けどこれ分かりづらいね。だって U は3、2なんだ。U は3、2なんだからやっぱりこのグラフを使って何か書きたい。マイナス U ではなくて1、2、3、2、この3、2である U と1、4である4である V を使ってやっぱりなんか作図できた方が見た目が分かりやすいね。ここにこの V-U を書き込みたい、ね、すとなんかこれとこことも同じじゃねえかこれと同じなんですね実はね。V-U 計算すると、実際に計算してみますと、マイナス2、2です。ですから横にマイナス2進んで、横に1、2進んで、縦に2が上がるんですね。縦に1、2上がって、あ、これだが答えだということが分かりますね。計算しなくても出す方法は、V-U ですから、さっき足し算の時には U たす V のここの位置というのは U 進んで V 進んだ結果ここなんですから、 V というのは U 進んで何か進んで結果 V に行ったわけですね。その道すがらの U を取り除いたものはここの道になりますね。って考えたらいいですね。って考えるのが一番いいと思いますけど。もしくはもう少し理屈っぽくやりたいというのは、やりたいという人は、こう考えてもいいです。U 進んで、V-U というあるベクトル、名前 V-U というベクトルがあって、それだけ進むと V へ行ったと。そうするとこれ足すこれは V だよね。だから V-U がここと。まあその方が分かりづらいと思うんで、普通に V 進む道すがら回り道していったうちの一つを取り除いた V から U 取り除いた残りの道はこれだよねっていうふうにやるのが一番いいと思います。というまあ二通りの、書き方がありますので、まあこう考えるか、普通はこう考えますね。幾何学的にすぐに作図できるようにしておいてください。
二人平井ゼミ。あ、ユリアさん別にあれだよ。あの僕のあのゼミの今のやつ出てるからって僕のゼミに入る必要ないんだよ。あ、君もね、別にフライング受講してるからってさ、来年のゼミ応募の時には好きなのに行けばいいわけだって。その時は。いや、だからそれが嫌で、今から束縛されるのが嫌で、あの、来なかったから。木曜全部空いてるんですよ。休みたいからと思って。いや、でもあんまり他のゼミには行きたくないですね、うん、それは嬉しいけどさそんな物好きあまりないけどねなんか、みんながそのあの平井先生のなんかゼミとか、なんか人気のところに行くんですよね、うん、で、結果なんか人数が多くなって、うん、まあなんか、まあ、人が多いのが普通に嫌なんですよね、自分。いや、でも2年生の、あ、3年生の時はどこも同じ人数になる、はい。あ、本当ですか。うん、人数こういっぱいいっぱいまで。あ、もちろん埋まらないゼミもあるけど、まあ、僕のゼミは不人気といえども最後には埋まるんで人数は同じになります。ただ4年生に上がるときにね、やっぱりほとんどの人が第1志望第2志望の人たちが残る、残って第3第4で入ってた人たちが、うちの場合は二分するね。第1志望の人と第4志望ぐらい、第4志望ぐらいの人たちは単位がなくて、ゼミに OK。昨日散々バカにされてた人たちが、だからヤバい人たちで、あとこう賢いグループとヤバい人たちでこうね、去年はヤバい人たちしか残らなかったから、もうならず者国家だって言ってみんなで笑って、みんなでならず者って自分たちでね、言いながらあの授業してましたけど、それはそれで面白かった。そういう場合もありますよね。今年はなんか第一志望が多かった。だから今度もやる気満々やった。君もでも第一志望違うと思う。僕は第二、誰か誰か、うん、今年の2回生は第一志望が結構いたのかな。あの16人中マクロ受講者が14人、僕のマクロ1受講者、2人くらいしかマクロ受けてないので、まあそういう年には多く残るかもしれないので、わからないね。やっぱ就職活動も大事だから、で経済学部の場合必修じゃないからですね、全員に。だから、必ずしも、ね、残らない。はい、で次に一次結合という新しい話になりますが、一次結合もしかしたら高校でやってるかもしれませんが、まあ、別の名前線形結合という言葉があるんですけれども、一次関数ってさ、こう表されるじゃないですか。例えば x1 と x2 と変数が2つあるとしたら y イコールAX1 プラス BX2 なると、これ全部一次関数だよね。これ一乗一乗だ。これスカラーだよね。ある値倍数。ここは例えばさ、A ってこれ定数だよね。定数じゃなくて、例えばこれが何しよう、 AZ とかっていうまた別の変数、まあ、Z とかって分かりづらいから Y をちょっとこっちなくして YX とかってやったら、今度また一次式じゃなくなるよね。これなんか直線の方程式じゃなくなってくるけれども、こういうのをこういう形ですね。これをベクトルで、これをベクトルとするとですね、 x をベクトルとするとしたのが、まあ一次結合だと。 3v プラス b と、今ベクトルの和は習いましたね、グラフで書き方と。スカラー倍も習いましたね。だからこれは V を3倍の長さに引き伸ばしたのと U を2倍の長さに引き伸ばしたものの平行四辺形からなるグラフの対角線ということになりますね。これをグラフに表しましょう。
あとこの一次結合とか線形結合という言葉も覚えておいてください。ちょっともはやメモリを書くと9とか16とか無理なので適当に書きますが、仮に、これが、U でですね、これが U でこれが V だとするならば、 3V ということはが1,2,3 で 3V ですね。で U がこれで 2U ですねを足し合わせた、こういうのが、3V プラス 2U ということになります。そうすると今2つの項しか一次結合で足し合わせてませんけれども、当然これ N 項、まあ、2の数の線形結合を作れるわけですね。あくまでも2次元のまま足していくことによってどん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 こう平行四辺形のその先が変わっていくだけです。でなぜ次元が増えないかというと、あそこの線形結合、まあ、V1、V2 も全部足し算は同じ次元じゃないといけないって前やったよね。足し算引き算は同じ次元じゃないといけなくて、今例えば U が1と3、これが2と6、5と4みたいに全部2次元なんですね、座標軸。だから
なんかいっぱい変数が増えるとあれは N 次元の空間かとか思うかもしれないんだけど、そうではなくて一次結合の場合にはあくまでもこの最初に与えられたベクトルの次元、まあ、この場合だったら2次元の中でグラフが描かれる、そこを忘れないでください。さてここから少しずつ、重要な概念を学んでいくことになります。それで、次の次のページぐらいには、方程式が解けるということはどういうことなのかということを、この線形結合の一次充足とか一次独立という性質を使って説明することになるので、ここからよく理解し、よく聞いて、理解してください。まず、一次充足という言葉の定義、あと一次独立という言葉の定義をまずしたいと思います。ベクトル V1 から Vn がこれ全部同じ次元です。今言ったように2次元でも3次元でも何でもいいですが、同じ次元のベクトルはそれらのうちの一つが残りのベクトルの一次結合として表されるとき、そしてそのときのみというのはこれ if and only if のことである、必要十分のことです。だからこれとこれから話すことは同値ですよということです。一つが残りのベクトルの一次結合で表されるとき、必要十分の右左矢印でがこれと等しい一次従属と呼ばれる。だからこれとこれが同値ということですね。また定義だよね、定義何言ってかよく分からないと思いますので、A で示しましょう。まあ、それで考えてね、自分で考えなくていい、ちょうどいい。今、V1、V2、V3 がああやって与えられているとき、3V1 と 2V2 かな、 2V2 ちょっと計算してみてください。いくらになりますか？大阪直美に似てたあの子と相変わらず連絡なしで、はい、いや今日さマクロあの授業してたら一番前に座ってるさ女の子がさテニス部ですって言ってきて、それがその大阪直美に似てるって先生言ってた子いますよね、その子と同期で勧められてマクロ来ました、ね、今日言ってた、おおと勧めたんや。4と5です。4、5ですね。つまりあそこに書いてある V3 ですね、はい、つまりベクトル3はベクトル1とベクトル2の線形結合で表されていますね。この時今ベクトル V1 から Vn が今 V1 から V3 だとしましょう。 V1 から V3 はそれらのうちの一つが、つまり V3 ですね、一つ V3 が残りのベクトル V1、V2 が残りのベクトルですね、ベクトルの一次結合で表されるとき、表されてますね、一次結合で表されるとき、まあ、一次従属と呼びます。こいつだけは一次従属というわけではありません。もうこの関係が一次従属です。なぜならこれ変形すれば、まあ2を4
両辺割って2分の1、0.5、2分の3ってやれば、これスカラーは割り算できますからね。これもまた当然表されるわけで。でもうこの時こういうふうに表されればもう全部一次重複ですね。ということで、こういうふうにですね、要するに一つが他の残りの線形結合で表されるような関係にあるとき、それらのベクトルは一次重複ということになります。で、この式さらに変形するとこう書けますね。つまり線形結合イコール0になるんだったら、まあこいつをこっち側に持っていってもいいし、こいつをこっち側に持っていってもいいし、とにかく一つのベクトルを残りのベクトルで表せることになりますので、今度定義2、M 次元のベクトル V1 から Vn、 今の例でいくと2次元ですね。2次元のベクトルが V1 から Vn が、今 V1 から V3 までありましたね、が、0から N、まあ0から1から3までかな、今のケースの、線形結合イコール00は、これベクトルです。 M かける1次元のベクトルです。つまりこの場合正確に言うと V は2次元ですので、0というのは00というベクトルでないといけないんですね。を満たすような全てが0となることのない一組のスカラー K、 これですね、これが一組のスカラーマイナス1マイナス1というスカラー K が存在するとき、そしてそのときのみ一次重複である。他方全ての i について ki イコール0であるときのみ常識が満たされるならば、これらのベクトルは一次独立である。何を言ってるかというと、これを満たすためにはですよ、例えばここだけが0だとしましょう。つまりこれが消えたとしましょう。消えてもこれ一次重複ですね。なぜなら v1 は v2 で表せますね。この場合 3v1 イコール向こう0ですから、向こうに持っていって 2v2、 マイナス1じゃねえ、マイナス2か。でも 3v1 イコール 2v2 ですから、これ一次重複ですね。 v2 は v1 で表せますね。で、もう一回もっと戻しますが、マイナス V3、だから1個0にするんじゃなくて、仮にですよ、仮にこう全部 K にしますが、 K1K2K3、1個だけが0なんじゃなくて、この0が成立するためには必ず全部が0じゃないといけない。ここが全部0じゃないといけない。これが全部0でない限りイコール0にならないような関係の時には一次重複になりえない。ここがこうやって0じゃないから右辺とか左辺に持っていって、こうやって他方のベクトルを別のベクトルで表されるんだよね。でもどうしても表せない、どうしてもこういうふうに表せない。だから表せないんだから、ここが0になるためには全部0じゃなくちゃいけない。そういう時には一次独立と言います。ここが0じゃなくて3マイナス2マイナス1、マイナス1でもこの場合0になるよね、数字でも。でもこれが、それは重属関係にあるからです。 V3 を V1、V2 で表せるからです。もしどうしても表せない場合、イコール0になるようなここの K1、K2、K3 がなくて、どうしてもここイコール0にしない限りは0にならない。
時、これはもう V1、V2、V3 は一つで他方で表せないということで一時独立になります。それを言ってるのはこれです。他方すべての i について ki イコール0である時のみ常識が満たされるならば、イコール0の式が満たされるならば、これらのベクトルは一時独立ですよと言ってるんです。まあ、定義だけ見るとなんかよくわかんないので、具体的にですね、幾何学的にこのベクトルの従属関係と独立関係を見ていきたいと思います。まずあの2つのベクトルは従属的だというのはすぐわかりますね。だって V1 を2倍すれば V2 になるよね。だから明らかに一方を他方で説明できますね。あの場合 EV1 イコール V2 というふうに2つのベクトルがあるとき、1つのベクトルを残りのベクトルの線形結合で表せたら一時従属、もしくは定義2で習ったように EV1-V2 イコール0ですから、このようにイコール0で線形結合で、ここがね0じゃない、2とマイナス1の数があってもここが0になるような関係になりますから、これ一時従属ですね。これをグラフに表してみるとどういうことかというと、独立してそっぽ向いてない、こういう性質のベクトルを一時従属というわけですね。これここで習った？ベクトル。いや、なんか習ってないような気が。なんかね、僕の時ベクトルの時で一時従属とか線形結合やったと思うんだけど、去年の学生に聞いてもやってないって。なんかどっかで一時独立っていう言葉はちょっと大気がしますけど、これやったかどうかっていうのは。そう、やったとしてもそこまで触れてないと思うから忘れてるんじゃないかなって。
じゃあここの穴埋めまとめますが、上のいずれのケースも一方が他方の定数倍、2つのベクトルは1本の直線上と入れてください。上のいずれのケースも一方が他方の定数倍、2つのベクトルは1本の直線上と入れてください。あと15分、急に水分を忘れてきた。いつもさ、家帰るの大体車でさ、4、50分で帰るんですよ。で、昨日さ、もう僕は授業の後ヘトヘトやって、もう駐車場に歩いていくまでもさ、みんなに追い抜かれてさ、飛ぼうってさ、早く歩けないのさ、体中もギシギシに痛いから、ゆっくり歩いてようやく車着いたら、今度もうすぐ運転する気になれなくてさ、シート後ろに倒してしばらく寝てさ、でまたちょっと運転して、ああもうダメだ、ちょっと行っとくかやろうと思ってコンビニ寄ってまた休憩してさ、栄養ドリンクとか買ってさ、やって家着いたら2時間後やった2時間かかって家着いて、やばった、参ったね。さて、ここまでよろしいですかね。じゃあ今度は今一次充足の幾何学的説明をしましたので、今度は一次独立の方の幾何学的説明をしてみましょう。これは今と真逆で、そっぽ向いてる状態ですね、が一次独立になります。結果だけ言うと、まあ、自分でちょっとその1、4と3、2を一次結合で表してみようと努力してみてください。まあ、ならない、なるわけないんですが、つまり、14とここに K1、ここに K2 として、32イコール0を満たすような K1、K2 は0しかないですね。なぜなら、グラフに書くと相互に向いてますから、これの平行四辺形の対角線が和だったよね。すると、これ、ここ、この先、まあ、今00じゃなくて、まあ、あるクエスチョンでしょ。クエスチョンは、これが V1 ですね。V1 と V2 を、K1 倍 K2 倍して、これをだから K1 倍して K2 倍して伸び縮みさせた結果できる平行四辺形の対角線が、ここのクエスチョンという座標になるんだよね。そうさ、これを V1 をこっちに行って、これをこっちにすればこういう対角線になるし、これをこっち向きにして、これをこっち向きにすればこういう対角線になるし、まあ、いろんなとこ向くことができるわ。ここ伸び縮みさせればあらゆる方向をなんかさせそうだね。だけど0を指すにはもう
両方をゼロにしない限りはだよ。例えばこっちだけゼロでもこれ足すこれはこうなるからね、ここにゼロかけてこっちだけで1だったらゼロ、これがゼロに伸び縮みしてこれはここに行ってしまう。 V1 はこのままですからこうですね。つまりここになるにはゼロゼロしかありえないんです。だから一次独立というのはまあ、そっぽを向いている状態で、これが0、0で成立するにはここが0しかないということなんですね。ちょっとまとめると、こういう、違うまとめ方が書いてある。今の説明とは違うことだよ。今いいっすね。さて今ここでちょっと先取りしていってしまいましたが、今僕はその K をいろんな大きさにすれば、これをこっち側に向けて、これこのままだったらここを刺せるし、ここを刺したければこれをこの辺までにして、これとこれの平行四辺形でここになるしとか、あらゆるところを刺せるって言いましたね。ゼロを刺すにはゼロゼロじゃないといけないっていうのが、まあ本当はここの話なんだけど、その次のページのそっぽを向いた V1 と V2 を使えば、ね、一次結合を使って、つまり V1 と V2 を伸び縮みさせて平行四辺形を作って平面上の任意の点を指し示すことができますね。想像できるよね。ということでここで一つ命題が生まれて、二次元空間において2つの一次独立なベクトルが見つかれば、その空間における他の全てのベクトルはこれらの一次結合として表される。何言ってくれるかってね、一瞬読んだだけで説明しますよ。この二次元の空間、平面ですね、2つの座標で表される空間上のいかなるベクトルも、いかなるベクトルもというのはこの部分です。その空間における他の全てのベクトル、この空間における全ての他のベクトル、この V1 と V2 以外の他のベクトル、例えばこいつを一つのベクトルね取り出すよと、こいつは V1 と V2 の一次結合で表せますね。例えばこの V2 をこっち側にマイナス何倍かして、で V1 がこうありますから、これくらいか、これくらいまで、マイナス倍して、で V1 と足し合わせればこの平行四辺形の対角線として表すことができますね。つまり二次元空間においてたった2つの一次独立なベクトル、今 V1 と V2が見つかれば、その空間における残りの他のベクトルは全てこの2つのベクトルで一次結合で表すことができるんです。
いいですね。まあ実は皆さんが高校で習ったこの座標、まあ、これはあのデカルトさんがあの考えたのでデカルト座標とかあの言いますけれども、はほら一時独立なベクトルからなってるでしょ。そっぽを向いた1と10というベクトルと01というベクトルからなってるでしょ。これを伸び縮みさせてこの空間上の任意の点を指し示すことができるんでしょ。これとこれの一時結合の組み合わせ、これも一つの一時独立なベクトルなんです。10と01、ね、今だからこれとこれの座標でこの空間上をこういう平行なこういう座標で考えれば任意の座標をやっぱり示すことができるんですよ。まあ僕らの時には線形代数高校でやってこういうの座標変換って言ってですね、直行座標をこういうふうに行列で座標変換させて、これはコンピュータグラフィックで使うんだけれども、よくみんなあーとかっていうのをクリックしてこの辺をキューって引っ張るとあがなんかこんな風に伸びてこんなになったりするじゃないですか。あれはコンピューター上で座標変換を瞬時に行列をかけて計算してこういう直行座標からこっちの座標に変換して全ての点の位置を違う座標に移してこう変えるわけですけども、まあ、だからコンピュータグラフィックとかあとゲームプログラミングする人は線形代数は必須ですね。勉強する僕はゲームはプログラミングしませんけど自分がゲームをプレイしないからさて、ということでここまでで分かったことを少しまとめると、二次元ベクトルが3つ以上あるとき一時独立になり得るのはそのうちの何個までになるんですかということを今の話した言えば、二次元ベクトルが4つも5つもあれば一時独立になり得るのはそのうちの何個までですか。2つだよね。だって今2個あればこの二次元空間の全てを指し示すことができた一時結合だから、二次元ベクトルが3つ以上4つでも5つでも何個あったとしても一時独立になり得るのはたかだか2つです。残りのベクトルは必ずその、2つのベクトルの一時結合で表されるからですね。こういう知識が後で方程式が解けるか解けないかというのと重要な関係が重要になってきます。ではここから少しずつ、言葉の定義を加えながらその、ベクトルと、まあいいや言葉の定義やっていこう、まず、2つの独立なベクトル U とV の一時結合によって作られた二次元ベクトルの全体は二次元ベクトル空間と呼びます。二次元ベクトル空間もしくは二次元空間って言ってもいいけど、まあ、正確に言うと二次元ベクトル空間。つまりこういうことです。今 V1 と V2 という2つの一時独立なベクトルがありましたね。このベクトルを伸ばしたり縮めたりすればこの二次元空間のあらゆるこういうベクトルを指し示すことができますね。するとこの二次元でもってこの空間を描写することができますね。ちょうどこの座標軸が10と01でもって伸び縮みさせてこの空間上の全ての点を指し示せるように、これとこれでこの空間をまあ描写できるというのは空間を張るというふうに言います。空間を張ると言いますが、2つのベクトルでこの空間を張ることができます。これでこの空間をこのベクトル全てで張るというか描写できますね。
そうやってできた二次元の空間のことを二次元ベクトル空間と言います。数学の世界ではもうちょっとベクトル空間の定義は細かいんだけども、つまりベクトルの性質をその空間上で満たしているとかなんちゃうとかね、まあいいや、とにかく二次元ベクトル空間と呼ばれる。で、一つのベクトルでは直線かな、そうですね、直線しか表せませんね。一つのベクトルはいくら伸び縮みさせても直線しか表されます。2つのベクトルがあればこう2次元の空間を張れるみたいな、1つのベクトルがあれば1つの1次元の空間しか張れない。1次元の空間というのは直線ですね、直線しか張らせない。で、2次元空間を張るには何個以上のベクトルはいらないの、ゆりえさん。そうですね、3つ以上いらないね。今さすが言ったように2つあれば十分なんですね。じゃあ続きは次回ということで、ここから徐々に面白くなっていく、楽しみにしていてください。後半熱が入って元気を出しすぎてやばいな、はい、先生、はい、終わりました。終わりました。で、授業聞いてないんだろ。聞いてました。ちょっとちょっと僕手行ってないから自分で印つけました。はい、ここを押そうとしたの。